ジュースピースオブケーキの翔太です。サッサンです。最後までよろしくお願いしま す。なんか真ん中に紙袋がありますけど、テレッテテテンテレッテテレッテン、せーマリオ。違うんすよ、はい、マックの今日発売されたダブチシリーズ。あー、カラダブチ、ハミダブチ、トリチ、そうですやつですね。あの3種類を2人で分けるんではなく、まあ今コロナ禍ですからね、うん、1人3種類ずつ食べていこうかなっていう、うん、ばっかじゃねえの。一般的にはそんな食わねえ。いや、食ったとしても2つとかじゃないの、わかんない。3つ食うのかな。いきますよ、気合と根性と気合です。うん、気合2回出てきたな。要は気合ってことだな。食レポっすか。はい、レビューってやつですね。レビュー第2弾です。じゃあレビュー頑張ってみます。余裕です。美味しく食べるんで見ててください。では行ってみます。行ってみます。行きましょう。まず1個目、トリチ。トリチってことはダブチじゃなくなってんじゃん。確かに3になっちゃってるから、ね、3になっちゃってるから、2じゃないですよ。いただきます。すげえ、ちゃんとパテが3枚入ってる。パテが3枚こうやって入ってますよ、こうやって。うわー、なんか重いぞ。美味しいぞ。ではいただきます。あのね、ダブチより肉感が増す、うん、1枚パテが増えることに、うん、チーズも1枚増えてるんです、多分、うん、美味しい。でもまあ、なんだろうな、ダブチを食べたことある人に説明をするならば、ベーシックなダブチをもっと肉感強くした感じっていうか、プラス肉感ね。そう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 、トッピング肉って感じ。そうそうそう、これはいけますよ。うん、結構ね、ダブチ好き。フィレオフィッシュが好きと、うん、僕はダブチが好きです。ダブチが好きです。ダブチですよ、もちろん。でもたまに照り焼きバーガーも食べたい。前さ、ビッグマックを食べたの、蓋開けたの、中に入ってるべく刻んだレタスがバーガーの周りにブワーってあって、シルバニアファミリーの庭みたいになってて中見たら一切れも入ってなかった。やばいじゃないですか、それあのサラダ化してるじゃないですか。あの先にそれ食べて、そこつまみながら食べてた。そうそうそう、ハミダブチ、早く早く早く。トリチ、あれ、おいおいおいてかトリチ今食ったよな。食ったよ。ね、事故が起きました。ハミダブチじゃなくてトリチがもう一個ありました。まあ商品レビューなんで、はい、あのじゃあ食べていただいて、トリチは後で美味しくいただきたいと思います。ハミダブチ見てください、ちゃんとパテはみ出しております。芋レビューしてください。じゃあ芋レビュー、芋です。第2弾、芋いきますよ、いただきます。うんうん、でかい、うん、細い。あの、あれはえ肉がでかい。あ、ほんとはみ出してるね。ほら、1センチぐらいはみ出てます。なんだろう、家でハンバーガー作った時にさ、お母さんがハンバーグちょっと張り切って大きく作りすぎたらさ、バーガーからはみ出してみたいな、そんな感じだよね、うん、味はダブチっす。だろうな。味はいや、しなっとるやん、それ。さあ、ここでちょっと味が変わるのかな。僕が一番注目してた辛ダブチでございます。これ一番楽しみです。だから一番最後取っといたす。辛みに弱い方ご注意ください。強いじゃないですか。辛くないっすもん、だって絶対こういうの。そういう風に思うとね、結構やられるんですよ。ほら、色とか結構やばみ。使いたかっただけでしょ。ちょっとね、ちょっとやってみたかっただけ。やってみたかっただけ。あ、俺が先行きましょうか。あのね、この辺がね、なんかね、最近こういうの体入れてないけど大丈夫みたいなね、危険信号出して今この辺が。でも辛さ強い僕から言って、どんぐらい辛いかちょっと味わっときますね。いきます。これチーズな、あれ普通のダブチじゃね。絶対嘘だ。辛くないですよ、俺は。嘘ついてる時の顔したもん。美味しいっすよ、ちょっとピリ辛でね、うまい。あの、辛み弱い人、やめた方がいいです、ほんとに。全然いけるんですけど。うん、辛いっす。どこが？ま
まあぶっちゃけて言うと本当辛み強い方じゃないんで、あの額に変な汗がね今じわーって出かかってる。これあれやん、ハラペーニョ入ってますよ。うん、え嘘やん、今こうやってって勝ち誇った感じでここになんか玉ねぎついたもんやってたけど。ピースオフケーキ。エクストラステージ行っていいですか僕。なんすかそれ。いいですか。ボーナスステージみたいなもんすか。実はね、さっさに黙ってたけど、じゃじゃーん。あ辛っ。話聞いて。うん聞く。これ何だと思います。タラタタラタン。タラタタタン。似てるよね。似てないでしょ。三角チョコパイ。黒あん白。黒あん。これも今黒あんって言ったよね。黒あんって言ったよね。黒あんの。あんの。その、はい。うん。えチョコパイって飲み物な。出すんです。一回。うま。甘。うまだ。おっそ。いい感じにしてください。白いきます。白のがうまい。それなんでか教えようか、うん、ホワイトチョコの方が好きだから僕はホワイトチョコが好きなんでやっぱ白の方が僕は好きですね。たかし、たかし、え、たかしじゃないですか。何が、え、たかしじゃないですか。藤井、なんでやねん、岡村たかしでしょ。あーそっち、呼び捨てにした。ピースケーキ食べ終わりました。食べ終わりました。トリチ、カラダブチ、ハミダブチ、うん、ハミダブチ俺ら食ってないけど、どれが一番うまかったかというと、うん、僕はやっぱ辛いのが好きなんで僕、はい、カラダブチが一番美味しかったですよ。オイラ的には食べてないけどハミチが多分一番あのしっくりくるんだろうなっていう。あ量的に、量的に。で上乗せステージがあったんですよ、はい、僕は完全白の方が美味しかったですよ、うん、白の完全勝利ってことで、はい、まあ、個人的にホワイトチョコの方が好きなんで、そうだね、うん、参考になったのかまたこれ相変わらずのうちらのグダグダ感ということで、食べ終わって僕の感想を言ったんですけど、笹の感想は言ったな、言ったやろえ、ほんとさ人の話聞かないのさどうかと思うんだけどさ、ね、すいません、ねね、マジでミスってる今回こんなグダグダのね、はい、新商品レビュー動画だったっすけど、はい、よかったら皆さんも、まあ、今現在発売されていますので、はい、機会があればぜひ食べてみてください。食べてみてください。カラダブチおすすめです。食べてないですけど多分普通の人ハミダブチ結構いいと思います。三角チョコパイは白がおすすめです。まあ多分ホワイトチョコが好きな人は白ミルクチョコが好きな人は黒、うん、とかなのかな。美味しかった。で一切食べてないオイラが結論付けてもしょうがないんですけどまあ美味しかったってことで、はい、最高です、はい。まあ、今回も動画見てくれてありがとうございます。では次回も見てください。せーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。この他の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは、せーの、ナオー。